ロニー・デビッド・チゼンホールは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、カータレット郡、モアヘッドシティ出身の元プロ野球選手。右ト左ヒだ。2006年の MLB ドラフト11巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されるが、契約せずに、サウスカロライナ大学へ進学した。ところが、大学1年目に、寮の部屋に忍び込んで電子機器を盗んだことが、発覚して逮捕され、 6ヶ月の保護観察となった。大学も退学処分となり、ピットコミュニティカレッジへと移った。2008年の MLB ドラフト1巡目で、クリーブランドインディアンスから指名され、110万ドルの契約金で入団した。2009年にマイナーで22本類が92打点を記録し、シーズン終了後に、ベースボールアメリカ市からインディアンスで、カルロス・サンタナに次ぐに、 全体では32位の有望株に選ばれた。2010年は AA 級アクロンエアロズでフルシーズンを過ごし、打率278、17本塁打、84打点、オプス801だった。ベースボールアメリカ誌のランキングでは球団内1位、全体25位に順位を上げた。2011年はトリプル A 級コロンバスクリッパーズからスタートし、 6月27日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。この年は66試合に出場して打率、255、7本塁打、22打点という成績で49、三振に対しわずか8死球と選球眼に課題が残った。2012年からの2年間は何度かマイナー降格も経験するなど、レギュラー定着とはいかなかった。しかし、 2014年は、サンタナの三塁コンバートで尻に火がついたか、レギュラーの座を確好たるものとした。6月9日のテキサスレンジャーズ戦では、三本塁打を含む5打数5安打、9団体記録の1試合9打点の猛打を振るう、活躍を見せた。また、この試合で使用したバットは、野球殿堂に送られることになった。終盤はやや調子を落としたが、初めて規定打席に到達して打率。 280を記録した。一方、守備面では接種を露呈してしまい、114試合の三類守備で18、失策、守備率、931、DRS から14とチームの足を引っ張った。2015年1月15日に球団と年俸調停を回避し1年総額225万ドルで契約を結んだ。開幕後は、肖像類種として出場していたが、 打撃不振で6月8日に2年ぶりにマイナー降格となった。7月30日に最小格後は主に右翼手として起用されている。シーズン全体では106試合に出場したが打率246.7本塁が44打点4盗塁という成績に終わり、前年の高打は見られなかった。他方で守備では好調を維持し、 右翼を守った51試合で DRS プラス11、三塁を守った50試合でプラス7というハイレベルな活躍を見せた。2016年は、再度右翼のレギュラーの座をダッシュし、126試合に出場。自己ベストの打率、286、8本塁打、57打点、オプス0.767という成績を残し、打撃が復活した。右翼の守備は、 安定感があり、118試合で3失策、守備率、985DRS3 をマーク。他に一類一種3試合、中堅で2試合、三類1試合も守った。2018年10月29日に FA となった。2018年11月27日にパイレーツと1年275万ドルで契約合意した。2019年は、 故障により全休した。オフの10月31日に FA になり、新たな所属チームが決まらず、2020年2月23日に引退を表明した。ズバ抜けたアピールポイントはないが、打撃、守備の両方で平均以上の素質を備えていた。子供の頃からチッパー・ジョーンズの大ファンで、打席に入る時の曲は、彼と同じでオジー・オズ・ボーンのクレイジートレインであった。 ありがとうございます。